石井淳子は、日本の厚生労働官僚。厚生労働省社会、援護局長を最後に退官後、女性初の全日本柔道連盟副会長や、川崎重工業取締役、三井住友会場火災保険取締役等を、歴任、神奈川県出身。1980年東京大学経済学部、卒業、労働省入省。 1998年松戸市条役。2000年労働省労働基準局賃金時間部賃金課長2001年厚生労働省労働基準局賃金時間課長2002年厚生労働省雇用金等児童家庭局雇用金等政策課長2006年厚生労働省労働基準局労災保障部長 2009年厚生労働省大坂労働局長。2010年厚生労働省大臣官房審議官。2012年厚生労働省雇用均等児童家庭局長。2014年厚生労働省政策統括官。2015年厚生労働省社会援護局長。2017年川崎重工業監査役。三井住友会場火災保険監査役。 2019年女性初の全日本柔道連盟副会長に就任同年日本ラグビーフットボール協会理事日鉄ソリューションズ取締役2020年川崎重工業取締役2021年三井住友会場火災保険取締役 AB 厚労審議官に 大谷市沖用日本経済新聞2012年9月4日11時54分、AB 第195期有価証券報告書、川崎中工業、厚生労働省、事務次官に、二川衛政局長医薬生活衛生局長は、中垣市医療ニュース2015年9月28日午前11時、村木次官が、続投、審議官に、 原市厚労省日本経済新聞2014年7月4日府、厚労審議官に、岡崎市起用日本経済新聞2015年9月25日府、山下会長が再任イコール JOC トップと、県務へ引く、全住連時時通信2019年6月21日18時49分2019年度、2020年度役員人事の、 お知らせ2019.629ヤルフ、日本協会、石井淳子川崎自由工業役員の移動及び、組織改変について三井住友会場火災保険。ありがとうございます。